<Yeah. S 2> のと沢茂美です今日は皆さんにこれをシェアしたいと思います。今日の話はすごいですよ。何かそれは素晴らしいとは一体どういうことなのかっていうことです。私はこのことに気づいたときに素晴らしい行動が自分で起きて素晴らしい成果が身の回りで起こるようになりました。今日はこれについてシェアをさせていただきたいと思うんですね。素晴らしいってどういうことなんですかね。まあ、その前に この話をしてみたいと思います。メラビアンの法則。メラビアンさんというです、ね、あのお医者さんが昔こういうことを発見したと。人に影響を与える度合いは一体何が関係しているのかという研究。これメラビアンの法則っていって、まあ、あの調べたら、ね、よく出てきますけども、まあ、まあ覚えておいてください。これはです、ね、人に影響を与えるには3つの部位があると。部位ですね。まあ、1つはバーバル、そしてボイス。 音,声音調っていう意味ですね。そして、えー、バーバルはあの言葉、言語っていう意味ですね。で、あのビジュアルの部位、まあ、見た目、視覚っていうことですね。で、このうち一体何が相手に影響を与えているのかっていうことに関して、えー、調べたんですけれども、この視覚の部位、ビジュアルが全体の55%相手に影響を与えていると。そして v、v ボイス、音調の部位が、えー 相手に38%かな、与えてる。で、バーバル、言葉の言葉自体の意味、これが相手に7%、これ全部足すとまあ100%になってるわけですけど、要はですね、何かを言ってたとしても、その言葉の意味っていうのは7、7%しか相手に影響を与えてないってこと、つまり伝わってないってことなんですね。どういうことなのか、まあ、これ分かりやすいです。 って言ったらね愛してるあ愛してるのかなっていうこうちょっと伝わるわけですね。でもこれがもしこうだったらどうですか。私はあなたのことを愛してるんです。ねちょっとビジュアルが伴ってないですね。この鼻くそほじりながらねあの同じ言葉で同じ音調で同じ言葉の意味を言ったとしてもどうですか。私はあなたを愛してるんです。私はあなたを愛してるんです。これね伝わんないですよね。つまり55%ビジュアルで決まっちゃってるってことなんです。 だから、どんなに同じ言葉でまあねこれ、ビジュアルがなくて、音声だけだったら、ああ、二つも同じかななんて思ったりしても、ねビジュアルで55%、あなた愛してませんよねっていうのが伝わっちゃうわけですよね。で、かつ、ビジュアルが同じだとしても、私はあなたを愛してますって言っても、わっ、私はあなたを愛していますとかって言ったら、これ、声の調子が違いますよね。これ、2回目に言った方は、これ、あの愛してるような感じはしませんよね。つまり 同じ言葉を言っていたとしても伝わった文章としても同じだとしてもそれをほとんど相手に伝わってないということなんですだからバーバルが7%でこうボイス音調声の調子ですよねこれがー38%なのでもうねこれ嘘ついてたら見た目にもね音調にも必ず出ますので嘘をついてると結局言葉の意味7%にしか相手に伝わってないってことになるんですねまあ例えばあの子供なんかがねよく言いますよ ほら、何やってんだと、ね、そうしたときにね、僕悪くないもんって言ってたら、本当に悪くないと思ってんだなあ。この子は少なくとも自分は悪くないと思ってやってんだなっていうのがこう伝わってきたりするわけですね。でもこれが、ほら、何やってんだって言ったときに、僕悪くないもんとかって言ってたら、これ本当は悪いと思ってるんだけど、とりあえず悪くないって言ってる。ね、本当は、いや、やっぱ自分も悪かったと思ってんだけど、悪くないもんって言ってるっていうのがこれ伝わってきたりするわけですよ。よ でそういうのがちゃんと見分けられるようになれば、ね、相手の嘘を言ってるとか、嘘を言ってないとかって分かるようになるんですけど、実はこれ、分かんない、分かんなくても、人間はものすごいセンサーを持ってるんで、相手に、相手がそれが本当なのか、嘘なのかっていうのは、実は伝わってるんですで。伝わってるんですけど、今の言葉は嘘だったですか、本当ですかって質問したら、うん、ちょっと分かりませんねっていう風に、言語的には分からない。 ね、いやちょっと判定つかなかったって言っても、実は心とかで感じてるんです、じゃあどこで感じてるか、目の動き、いや、あのいや本当は違うと思うんですよね、目,目がこうどこ行ってるとか、ちょっと肩の動きがね、あの自分で手の前で手を組んでてあの、ちょっとガードしてるような雰囲気が出てるとか、そういうのを総合的に言語化できなかったとしても、はい、今のは目の動きがこうなっていたのであなたは嘘をついてますと言えなかったとしても、相手に伝わってるんです、その嘘がだから 嘘をついたら、ね、嘘をついたら、相手に伝わらない。よくね、嘘をつくデメリットとして、こういうふうに言われてたりします。えー、っと、嘘をつくとね、また次の嘘もつかないといけないから、嘘をついちゃいけないんですよ。ね、嘘をつき続けなきゃいけないので、大変なので、嘘をついちゃいけないんですよ。こういったことがですね、まかり通って、まあ、確かにそれも嘘のデメリットの一つなんですけれども、実は嘘をつく、本当のデメリットっていうのは、そんなちっちゃなことじゃないんです。嘘をつく、本当のデメリットっていうのは、自分の力の、 ね、100ある人が、ね、7%しか相手に伝わらないんですよ、嘘をつくっていうのは。ね、例えば、ちょっといい格好をしようかなと思って、本来の自分のやつが100点だったとします。でもちょっとね、110点くらいにいいこと言おうかなと思って嘘をついたとします。そうすると、110点に、ね、バーバル、言語的には110点になったのかもしれないですけれども、結果7、7%になってるトータルで10%しか相手に伝わってないんですね、なんか嘘くせえなと。 じゃなくて、ねあ、これちょっとかっこ悪い、ね、100本来100点の自分が90点に下がってしまうかもしれないんだけど、これは正直に本当のありのままの自分で話をしようと思ったら、これ90点の自分が90点そのまま伝わるんです。ね、ビジュアルとボイスと、えー、バーバル、その言葉の意味、すべてがそのまま相手に伝わるので影響力が90%です。か、ね、たやちょっと嘘をついてかっこつけようと思って110点にしようと思ったら、相手に伝わってるのは10点です。どっちが相手への影響力高いですか そうでですすこれが嘘をつく本当のデメリットなんですだから本当のありのままの自分で勝負し続けている限り相手に対しての影響力そして自分の望んだ未来が手に入るっていう観点から嘘をつかないありのままの自分でいくことが素晴らしいんですはいここで素晴らしいの言葉の意味が出てきました素晴らしいの素っていうのはありのままの素元素の素ありのままのその状態素の自分ってことですよね。のの自分がこれ神道の考え方 神道っていうのは、神道って何ですかって言ったら、大払い言葉と、一つはすべて、すべては一つっていうね、魂は一つであるってその二つの考え方、一つであるっていうのと、大払い言葉っていう二つの考え方、これが神道の本質なんです。まあ、ここはね、いろいろありますけどまあ、その二つだと思ってください。で、その中の大払い言葉っていうのは、まあ、よくありますね。払え給え、清め給えってね、払って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 、何払ってんだと。これは、あなたの本来のありのままのあなたの、 に対して昔ね、きつねとかたぬきとかそういう悪いものを言ってましたけど、それとか、鎧とかね、ね煩悩とか、邪念、そういったものがいっぱい積み重ねてて、守るべきものがいっぱいできて、鎧を着てるわけです。ねその鎧ついた狐とかトカゲとか、こういろんなものをね邪念とか悪霊とか、払って払って、払って、払,払っていくと、何が出てくるか。 ね、曇っていたあなたが本当のあなたが直で見えるようになった晴れていくわけです曇りが晴れていって素のあなたが見えるこれが素晴らしいなんですね素晴らしいっていうのは本来のあなたっぽいですねっていうこともう同じ言葉の意味としてて素敵っていうことがあります素敵って感じありますねあれも素直の素にそのままのあなたっていうことに敵敵っていうのはあの敵味方の敵って書いてますけどあれは当て字で本来は 的っていう字を書くんます。的、ま。的、ま、ってなんとか、えー、あの、症状的であるとかあの、美男子的であるとか、なんとか的である、なんとかっぽいですよねっていう意味で敵って使いますよね。そうなんです。素敵っていうのは、本来のあなたっぽいですよねっていう言葉なんです。昔の日本人は、この素敵とか素晴らしいとかっていう言葉を、そういう意味で使ってた。 ね、本来のあなたが一番素晴らしいんです。にもかかわらずね、あの論理で防御したり、こう鎧をきたり、いやいや、私はそんなことしません、ね。いろんなものをね、いろんな信念とかこう邪魔なものをつけて、本来のあなたを隠している、それを払って払ってね、邪念を取り払って本来のあなた、これが素晴らしい。素敵ですね、本当のあなたっぽいですね,ね。だから素敵ですねっていうのは、本来のあなた、ありのままのあなたのようですねっていう、こういう褒め言葉なわけですね。あと、素直っていうのもそうです。素直っていうのは、素のあなたに直で触れる状態。 つまり、鎧を着てたらあなたに直で触れられないです。私が何を言っても、あなたに届かないんです。なぜなら鎧があってね、腹ねそ,それで防御してるわけで私、あなたの言うこと聞きませんよと。と素直じゃありませんよ。つまり、あなたに何かを届けようと思っても届かない状態。これが素直ではない。つまり、素直っていうのは直であなたに触れる。素のあなたに触れる状態っていうことになるわけです。 ね、この素晴らしい、素直、素敵この言葉っていうのは、すべて嘘をつかない、う、まあ、嘘をつくとかね、防御するとかいろんな意味がありますよ。ね、い,いろんな意味ありますけども、本来のあなた、100%のあなた、あなた自身を表現した本当のあなたで生き続けることによって、素晴らしい成果が得られる、ありえない結果が、自分の望む成果が手に入るっていう、そういうことを実際、私は経験して、お教えたりして、えー、皆さんそうなっていくと。 この知識、これは絶対に覚えておいた方がいいです。私はいろんな学びを受けましたがこの、ね、ありのままの自分を表現するとか参加100%とかいろんな、まあ、知識、言葉としては知ってました。しかし、このありのままの自分でいる素敵な、素直な、す晴らしい自分でいる、ね。晴れて本当の自分で相手と接する。 相手に対して影響を与える。これができるようになってから、私の人生は劇的に好転良くなっていきました。これをぜひ皆さんとシェアしたくて、今日はこの話をさせていただきました。嘘をつくデメリットは、嘘をつき続けるからじゃないんです。本来のあなたではない、素晴らしいあなたではない、その状態で相手と接しなきゃいけない、このデメリットの方がはるかに大きいです。だから、あなたも素直で素晴らしい、本来のありまのままのあなたで、 人々に接して影響力を与えて幸せな自分の周りをどんどん良くしていってください。今日のシェアは以上です。イエース